この開き方。うわあ、ちょっと待って、すごい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 。恥ずかしい。やばい。レブチューン。うわあ、レブチューンボート。レブチューンバランス系じゃなかったっけ？198。肉抜きしてる。肉抜きしてる。うわ。肉抜きしてる。ガチ勢だもん。1988。ミニ四駆のコースを譲ってくれるという人マジで現れましたうわすごい、この写真この同世代ぐらい。そうですよね。いや、下手したら1988だよ。あ、いいですか。これはもうご自身のミニ四駆のパーツたち。あ、でも今も使ってないんで、よければ。ええ1988。はい、モーターとかは多分もうあんま多分動ききらんかなと思うんですけど。え、これ小学校の時からの。そうですね。え、これいいんですかって。はい、でも思い入れでしょ、これ。大丈夫ですか。大丈夫です。あの、本当に欲しくなったらいつでも言ってください。いつでも返却します、うん、なんかいろんな理由つけていいんでそう、子供がどうしてもって言うからってか、はい、そこ返しに来ますんで、そこまで返しに来るんで、うん、そう、それは、はい、そう、着払いで、はい、うん、着払いでまあ、キャンセル料だけちょっとかかるんですけども、すいません。実質開いてみていいですか。うわ、このボックスも憧れだったものね。懐かしい。誕生日プレゼント買ってもらってたもん。タミヤのシールめっちゃ合ってる。いいですか、開けても。いいです、いいです。うわ、この開き方。うわ、ちょっと待って、すごい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 。懐かしい、懐かしい。やばい。ああ、これやばい。トルクチューンとかじゃない、モーター。あ、ねえ、これだ。あ、これなんかプラズマだっけ。あ、そうですね。ねえ、プラズマ、これ、あのね、あー、懐かしいしかもこれ大事に今、あの、なんだっけ、ゴムタイヤなんだっけ、はい、スポンジタイヤか。スポンジタイヤじゃない、これはなってるけど、これ外していいですか。はい、です、いいです。うわ、スーパーダッシュだ。スーパーダッシュモーターだ。スーパーダッシュモーターだ。ハイパーダッシュだった恥ずかしい。俺はマジ、うろ覚えてる。うろ覚えてる。で、これがトルクチューンじゃなかった。トルクチューンって何色だったっけ。なんかね、なんかさ、特性があるんだよね。そう、それぞれにね。どれがどれとか覚えてます。いや、覚えてないですね。なんかトルクチューンは、違う、これ。そう、トルクチューンだ。オレンジだ。トルクチューンは、なんかどちらかというと坂道とか、その馬力系だよね。スピードよりも。そうだよね。レブチューン。うわー、レブチューンボーター。レブチューンバランス系じゃなかったっけ。レブチューンってなんだ。うわ、蘇ってくる。ミッチやってたもんね。俺やってたの。ミニ四駆ね。俺、そう、宮崎でマジ遊ぶの長すぎて。ああ、いやいや。秘密基地作るか、はい、ミニ四駆作るかしかなかった。最高。このプラズマが出てきた時が革命的だったね。はい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 。これがね、ひたすらに速かったのよ。そうそうそう。懐かしい。でもさ、これさ、速すぎて、うん、もうコースアウトしまくるんですよね。飛んでっちゃうの。そうそうそう。飛んでいきます。今までのロケで一番声出てる。もうごめん、ちょ、カメラ持ってもらっていい。本当だよね。本当だよね。いや、マジで、こんなに蘇るとは思えた。すごすぎる。そう、しかも、この、あ、あれ、これ、ちょっと部品壊れてます？これ取れてます？いや、多分、あのね、プラズマはむき出しだったよ。うわ、そうなんや。頭のところがむき出しで。かっけー。で、モーター自体も壊れやすかったんよ。うん、なるほど、なるほど。確か当時の記憶だと、プラズマなんか買い直したもんな。1988。肉抜きしてる。肉抜きしてる。うわ、肉抜きしてる。ガチ勢だもん、これ。え、いや、すごいわ。これはどなたの。これは前、多分自分のでですね、全部。すっげえ、小学校の時の。そうですね。ガチガチのガチ勢よ。だから本気で大会、だからさっきの写真にいるかもしれない。それぐらいのレベルやろ。そう、映ってないですか。映ってないです。伝説の人、なんか大会何位とかありました。大会、これもらったんですよね、大会で。商品。いや、だとしたら絶対すごいやん、上位やん。え、ミニ四駆アネモネで出てきます。いやいや当時の輝かしい成績。いや、だとしたら小学校からずっとアネモネだからなんかこうトロフィーとかこうやって持っていいしか触って、うわ、ヴァンガードソニックだ、やば。うわ、ここの、なんて言うんだっけこれ、バンパー。バンパーだ、懐かしい。このバンパーもこの、カーボンのさ、はいはいはい、いいやつだもん。しかもちゃんと肉抜きしてるね、これ。ほんとだよ。もともとこういうのか、開いてんのか。いやいや、カーボン肉抜きしてるよ。これ穴開けてますもんね。そうですね。え、これなんか優勝とか。え、いや、これ多分あれなんですよ、多分コロコロコミックの多分応募者、応募者全員サービスのやつだ。おー懐かしい。
応募者全員サービスやばい。これあのレッツ&ゴーの GO のやつモデルですよね。クスブレーカーって結構後期のやつじゃないかな。応募者全員サービスってね、はい、ありましたよね。そうですね。え、全員もらえるの？全員もらえるけど、あれに落とし穴があって、うん、響きだけ聞くとさ、応募したらもらえると思うじゃん、うん、あれ結局あのお金払わないといけない。なんか1000円とか何かこう切手みたいなの貼って、うんうん、送ってもらえるみたいな。あ、なるほど。そう、そこで一回ねショック受けたことがあるんだよ。あれみたいな、これ買ってるだけじゃないみたいな。当時の長岡少年は、ね、そう、応募者全員サービスって。いや、これでもちょっとしたプレミアなんじゃないですか、これって。どうなんだろう。どうなんですかね。あ、ちょっと一個だけ姉物さんに断っておくと、あの今後、はい、1988ベースをちょっと査定してもらうっていう企画があった時に、はい、これは査定に出しません。よかったね、よかった。その絶対それは約束します。これはもう自分たちの私物だけに。これあーこれこれって懐かしい。このあれね、なんかアンテナみたいなやつ。あのコースアウトしにくくなるやつですよね。これって効き目ありましたっけ。いや、どういや、そこまでこれ一番意味を感じられなかったんだな。当時なんやろうって思ってた。そう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 、結構後から出てきたんだね、これね。そう、これとかさ、もうこのパチってやってさ、シャーシとボディを外すじゃん。これとかもう二十何年ぶりに、うわっ、この感覚、うわっ。ちょっとやらして。うわっ、やばっ。なんかありがとうございます、青春を。これってちなみにもうモーターつけたら走ったりするんですかね。モーターつけたら走ります。ああ、モーターつけて電池やったら走る。そうだね。うわ、あ、そう、ここにモーター装着して。そうだよ。うわ、一個一個蘇るな。そう、なんかさ、面白いもんで部品の方が蘇るね。まあ、確かにね。うん、なんかパッと見たさ、ボディよりもさ、部品の方がやっぱ色濃く覚えてんだよな。これってあれじゃないですか。あ、色稼働するやつじゃない。そうあ、あのね、こう壁にぶつかったらクッションでちょっと動くみたいな。そうですね。あ、こうだこうだ、こうやって、これがすごいの、こう伝ってほしい。この感動。この感動。そう、だからこう、これがね、多分クラッシュアウト、だからなんだっけ、コースアウト、うん、ちょっとしにくくなるみたいな感じですよね。カーブの時にですね。そう、ちょっとサスペンション効いて、はい、ちょっといろんなことが蘇りました。いや、ありがたいね。ちょっとじゃあ、いいんですか、これ、はい、じゃ大事に。はい、大丈夫。もうちょっと2023年いいわ、これがあっただけ。もう本当そのぐらいの喜びだわ。なんか1年分ぐらい喜んだ。すごいよ。ベースに持っていかせていただきます。なにアポ取らな。やばい、アポ取らな。嘘でしょ。ちょっとめっちゃ長かったんだけど。テレビの取材とか、うん、もうほぼ断ってるって。ええー。